はい、皆さんこんにちは、しなたんです。びっくりしました。びっくりしたかな。今回はこんな感じでメイク動画なんですけど、まあ、ちょっといつもとねやっぱ違和感があるんじゃないかなって思います。やっぱすごいね、髪の毛ってこんなに変わるんだね。今回のメイクなんですけど、あ、ちなみに私全然染めてないです。髪の毛エクステもつけてないです。全然ビッグですね、これ。長いウィッグなんですけど、帽子取るとねちょっと結構バレバレな感じになっちゃうんですけど、まあいっか、バレてるかも。まあこんな感じでメイク動画撮ったんですけど、今回ジューシーっていうブランド、コスメブランドさんにこのニューアンバーっていうシリーズのギフトボックスをご提供いただいたんですよ。でこれがマジでめっちゃ可愛くて、今回まあリップとチークを紹介したいなって思うんですけど、それがもうマジで可愛くて、特にリップ、まあ、今これつけてるから分かると思うんですけど、本当私たちが大好きな、勝手に私たちとか言ってるけど、まあでも多分これは動画を、私の動画見てくれてる方なら絶対に好きだろうなっていう感じの、もうめちゃくちゃ可愛い深めのリップ、ジューシーさんにそのリップをご提供いただいて、これはもうみんなに絶対に伝えたいと思って今回メイク動画を撮ったんですけど、もうマジでめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ皆さん最後まで要チェックでお願いいたします。まあ、今回はそのリップをどうしても主役級にしたかったので、他のメイクとかは結構シンプルめな感じでやってみました。これもいろいろと説明しながらやったりとかしていますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなって思います。ということで早速メイクプロセスを紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。というわけで早速メイクやっていきたいと思います。まずは日焼け止めをしっかりと塗っていきます。でもちょっとこの日焼け止めなんかベースっぽい感じもあって、ほんのりトーンアップをしてくれるやつなんですけど、まあでも今日はちょっとベースメイクどうしようかなって思ってて、結構あのリップがダーク系なんですよ。なので少し軽めのベースメイクでもいいかなっていう風に思ってます。まあでも質感はやっぱちょっとツヤ系に仕上げたいかな。今回使うリップが結構マット系のリップだったので、なんか肌はあえてツヤっとしてても可愛くないですか。私はもう最近はやっぱ夏汗めっちゃかくので、私なんかベースメイクしても後にし取れちゃったりとかするから、あえて最初からそんなにしっかりとベース作らないでいくこともあるかも。まあ、なんか BB クリームとかそういうので済ませることも結構多いです。そしたらもうあとはパウダーでささっとおでこだったりとか、やっぱおでこはちょっとどうしてもベタっとしてると前髪も私もあるから気になるので、おでこのあたりとT ゾーン小鼻、まぶたあたりをパウダーでささっと押さえます。そしたら続いてアイメイクに移っていくんですが、今回はまあそのリップをちょっと主役にしようかなっていう風に考えているので、アイメイクは割ともうナチュラルめにいっちゃいたいなって思ってます。まあブラウン系のカラーで少し陰影つけてっていう感じでやろうかな。じゃあまずはこの明るいカラーを全体的に塗っていきます。上も下も全体的に塗っちゃいます。もうこれは本当にとりあえずベースを綺麗にする、ムラをなくすっていう感じで塗っていきます。これだけじゃ本当あんま分かんないけど、そしたら次このちょっと濃いめのブラウンを取って、これも上から重ねていきます。二重幅中心に塗っていって、ちょっとこう上に広げる感じ。グラデーションを作るのが難しいっていうお声もいただいたりするんです。本当にグラデーションはブレンディングが大事なので、こういかに境目を自然にするかっていうのが私の中では結構キーポイントなのかなって思うから、なんか一回塗って終わりじゃなくて、何回かこう境目のあたりとかこうやってぼかしていってあげると綺麗に作れると思う。ちょっと横幅広めで塗ろうかな。今日キリッとした感じにしたいので、下まぶたも同じように目尻の方だけちょっと影をつけていきます。最後この一番濃いブラウンを取って、これで目尻のあたりをちょっと引き締めていきます。さっきのカラーだけでもいいんですけど、まあ割と3色ぐらい使ってあげた方が手残った感じに見えるし、グラデーションっぽくなるので仕上がりが結構綺麗になる気がします。たまに気分で2色だけとか、もうもはや1色だけとかっていう時もあるんですけど、ちょっとまあ今回は3色ぐらい使ってグラデーションを作っていきます。さらに私は今回ちょっと目頭の方もキリッとさせたいので、目頭の方からもこの濃いブラウンを乗せます。
真ん中を開けてあげることで自然に立体感ができるので、なんか目の彫りっていうかを自然に演出できるかなと。こんな感じでちょっとこっちだけこうクイッと中に入ってる感じっていうか、よりこう目力が出たかなと思います。本当意外とアイシャドウとかって大事ですよね。ビフォーアフで見てみると全然違ったりするから、アイシャドウとかものせる位置とかで印象変わってくるんだなっていうのが結構わかりますよね。こう見るとこんな感じ。今と同じカラーをこういったちょっと斜めになった平たい筆に取ってあげて、この下まぶたの目尻の方に少し乗せてあげます。さっき乗せた中間のカラーあると思うんですけど、それよりももう少し狭めにっていうか、さっきのは割とこう全体的、下まぶた全体的にこう塗っていったんですけど、それよりも内側の本当にもう目尻の下のラインを描くようなイメージで引いてあげます。これでも結構目尻のくっきりさが違うのがわかるかな。なんかメイクしたんだけど薄いなって感じる方とかは、意外とここに濃いカラーをしっかりと入れてあげると、あ、メイクしてるねっていう感じに見えたりもします。次アイラインを引いていきます。今回結構口元がやっぱりパキッとした色を持ってくることになるかなと思うので、アイラインはこういったペンシルのものでちょっと柔らかめに描いていきたいなって思います。まあでもブラックなのでしっかりと目力とかは出るんですけど、まあ、リキッドよりは少し柔らかい印象になるかな。あとより自然な仕上がりになりますね、やっぱペンシルの方が。目上げラインすれば一番安定に、ちょっと今回短めにしようかな。あえて目元はちょっとナチュラルに持っていくスタイル。結構いつも私アイラインは長めに引いちゃうから、引いてるっていうのが割と分かりやすいんですが、今回は少しだけ短めに、伸ばしたい気持ちを抑えて短めに引いてみようかな。なので私が普段長すぎるからこれぐらいでも普通な気がするんだけど、私の普段のあのメイクをからするとすごいナチュラルに見える。こっちの目頭の方にもこのブラックで引いていっちゃいます。結構ここもね、目力がバンと出るから一気に印象変わったりして見えるかも。ちょっとだけ切開ラインっぽくはみ出してみたけど、ちょっとクイッと中に入って、いい感じ。本当にちょっとだけ今描き足しました。この切開ラインマジで調節が難しくて、引きすぎるとなんか不自然に見えちゃうし、本当にちょっとだけ描いてあげるだけでもマジで全然目の印象違うから、ここはちょっと慎重にやった方がいい気がする。本当に徐々にこう見ていきながら、こんな感じ。よし、いけました。で、私はこの下まぶたのこの下のところにも引いていきたいんですが、ブラックだとちょっときつすぎて見えちゃうかなって思うから、これもペンシルのアイラインなんだけど、ちょっと柔らかめのブラウンっぽいカラーで引いていきます。こっちの方が自然にこう目力を出してくれる感じがあって、私は好き。だいぶいい感じになってきた。マスカラをしていきたいと思います。その前にちょっとビューラーします。はい、ビューラーいたしました。マスカラもブラックでやっていくんですけど、ちょっと今回キリッとした目元に仕上げたいので、マスカラをこう上に塗る感じじゃなくて、こうなんて言うんだろう、こっち側に、外側に流すような感じで毛流れを作っていきながら塗っていきます。このまつげの向きっていうかでも結構目元の印象が変わって見えたりするんですよね。意外とこんな些細なことでって思うけど、全体的にちょっと目尻にポイントを今回は置いていきます。はい、こんな感じです。マスカラを塗ってみました。いい感じ。続いて眉毛をやっていこうかな。ま、眉毛はそこまで普段と大きくは変えないんですが、どちらかというとこの目の印象に合わせてちょっと上がるようなキリッと眉毛で描いていきます。今回は本当にリップを主役にしたメイクにしたいので、他はとことんちょっとシンプルな色合いだったりナチュラルめな印象にしたいので、本当に軽く眉毛も付け足す程度で描いていきます。じゃあこれでちょっと自眉とこのペンシルの色を整えるために眉マスカラを軽くしていきます。続いてはコントワー、シェーディングをしていきます。コントワーも大事で、シンプルなメイクだからこそしっかりとコントワーも
していってあげた方がシンプルメイクもより映える、映えると思うので、ここもちょっとしっかりめにやっていきます。ノーブシャドウって本当難しい。なんか元々の鼻が全然左右対称っていうか、まっすぐじゃないんですね、そもそも曲がってて超むずいんだよね、ノーブシャドウ。こんな感じ、なんかまた曲がってない。なんか一時期ノーズシャドウをあえて変な形にやってぼかしてどうなるのかみたいな動画流行ってなかったですか。もうあれ見てやっぱノーズシャドウの力ってすごい偉大だなって思ったんですよね。本当にその変な風にグネグネ曲がった鼻に見えるんですよね。マジで大切だなと思って。でもちょっと今日割と自分的にはいい感じにできたかも。ナイス。撮影の時って大体なんかいろいろ意識することがあるじゃないですか。うまく映ってるかなとか、だから大体ミスっちゃうんだけど、今日はいい感じにいったかも。フェイスラインのシェーディングもしっかりめに入れるのが私は好き。やっぱ人から見られるのって正面も見られるけど、なんかサイドから見られることの方が多い気がするから、このサイドから見られても大丈夫のようにシェーディングもしっかりと入れていきます。これもなんか一気にこっちだけキュッてなりましたよね。でやっぱシェーディングもさっきのアイシャドウと同じでしっかりと動かしていってあげて自然な影にしていきます。うん、でそしたらですね、あとはまあチークとハイライトとリップぐらいかななんですけど、今回そのジューシーさんにご提供いただいたものを使いたいなと思ってるんですけど、こんなねギフトボックスでいただいたんですよ。すごいこれが可愛くて、でもこの中にリップも入ってるんですけど、一緒にチークもあったのでそれもちょっと今回は使っていきたいなと思ってます。中はちなみにこんな感じで、すごい可愛くない？パッケージまでめっちゃ可愛くて、でチークはこの2色が入ってました。 M201 と M202 が入ってました。でこれね見てみたら結構ナチュラルめな感じのチークだったんですよね。私割と肌が暗めだから割とこう馴染みやすいというか、肌がとても白い方とかだったら発色もしっかりと伝わるんじゃないかなと思うんですけど、私ちょっと暗めだからあんまり発色が見えづらかったかもしれないんですが、 M201 の方が若干オレンジっぽいというか黄みがかった感じのカラーで、 M202 の方がもうちょっとこうローズよりピンクっぽい感じの色味になってます。でも私は今回ちょっとリップに本当に重きを置いたメイクにしたいなと思ってるので、今回はこっちの201番の方のカラーでほんとほんのりチーク入れていく感じでやっていきます。でもこのチーク本当ねテクスチャーが超滑らかで、さっきから何回か言ってるぼかすっていうのは結構まあメイクでも大事になってくると思うんですけど、ぼかしがめちゃくちゃしやすいんだよね。ほんと超パウダリーな感じで滑らかで動かしやすいです。私の肌の色ではあんまり分かりづらいかもしれないんですけど、ごめんなさい。若干ちょっと血色出たかなみたいな。ちょっと広めにふわっと今回はのせていきます。最近私結構チーク濃いめが多かったから新鮮な感じかも。でもこうなんて言うんだろう、こう無血色メイクでしたっけ？っていうのも結構流行って。てるたりもしてるっぽくて、チークとかあんまり入れないでみたいな。でもそれで可愛いですよね。そしたらハイライトを入れていきたいと思います。ハイライトは私はしっかりめに入れるのが好きだから、今回も割としっかりめに入れていきます。この鼻のてっぺんのところでしょ。でこの残ったのでちょっとこの目の真ん中あたりの鼻の付け根をちょっと入れて、あとはこのシーソーで、顎と上唇にのせます。山のところ、であとちょっとこの目頭のあたりにもさらっとのせておきます。こんな感じ。ちょっとのせすぎたかもしれないちょっとのせすぎたかもしれないけど、まあ OK。 ではあとリップで完成でございます。こちらのね入っています。リップ今回4色ご提供いただいたんですけど、どうしようか、もう全部可愛くてマジで。今回はちなみに824番と826番と829番と831番をご提供いただきました。マジで全部私が本当にドタイプな感じの色合いで、すごい深めのカラーで超可愛いんですよ全部マジで。テクスチャーも結構
こうソフトマットな感じで、すごいこうなんかぼかしやすい感じのリップっていうんですかね、になってました。香りも少しあって、なんだろう、チョコレートみたいな感じの香り、本当にこのパッケージからもそうですけど、想像通りのようなちょっとココアっぽいような香りがします。でまぁ、ちょっと今回せっかくなので、私いつも基本的にリップは一色でこう塗っちゃうこととかも多いんですけど、グラデーションっぽく二色ぐらい使ってやってみようかななんて思ってるので、まずこっちのこのキャップっていうか蓋がホワイトの方の824番を全体的にちょっと乗せてみます。伝わります？このめっちゃソフトマットなベルベットのような感じの質感、超発色もいいんだよね。じゃあちょっと塗っていきます。これはもう全体的に塗っていく。うん、わかる？この発色の良さ、本当にこれ一つでもいい色で可愛いんですが、うん、可愛い。うん、てかマジですごい、あのもうなんかフィルターかかったみたいな唇になる。すっごいこうふっくらした感じの、超綺麗。シワとかもめっちゃカバーしてくれる感じ。ちょっとこの境目をぼかしますね。わ、香りも超いい。なんかよく私もリップのスウォッチの、あの画像とかですっごいなんかもうふっくらなふわふわそうな唇のスウォッチ画像とかあるじゃないですか、最近結構。ああいうのって何のリップ使ってんだろうとか、これってフィルターなのかなとか思ってたけど、こういうリップを使ってるんだな、きっとみんな。今日謎が解けたかもしれない。可愛いんですけど、で結構本当にマットな質感に見えると思うので、乾燥とかもちょっと気になると思うんですけど、皆さんクリーミーなマット、本当ソフトマットっていう感じで、オイルっぽいって言ったらあれだけど、ちゃんとしっかり保湿感もあります。私こうやってつけてみても、だから乾燥も多分そんな気にならないと思う。これは可愛い。じゃあここに、こっちかな、キャップがブラウンの方の829番のカラーを乗せていきます。本当に可愛い、マジで。これを内側に深みをこうより出していくような感じで塗っていきます。うん、可愛い。わ、これ絶対これだけでしっかり塗っても絶対可愛い。うん、こんな感じどうでしょう。めっちゃ可愛い。ちょっと私久しぶりにこういう濃いめのリップをしっかりめにつけたんですけど、やっぱ可愛いわ。で、一色で塗った時よりもさっきよりもちょっと深みが出たのがわかるかな。メイク完成。やっぱり濃いリップは正義。めちゃくちゃ可愛いわ。アイメイクもやっぱシンプルにして正解だった気がします。今回私このリップを見た瞬間に、まあ、絶対これなんか黒髪でやったら可愛いと思って、黒髪のねウィッグをちょっと購入してみたんです。だからちょっとそれを今から被ってこようかなって思います。わかんない、まあ、オープニングでも見えてたかもしれないけど、それを被って完成までお披露目したいと思います。ということで髪の毛やってきます。じゃじゃーん、ということで髪の毛こんな感じでやってまいりました。ちょっとね、あのこのぐらいならまだいいかもなんですけど、通販で買ったんですけど、今回ウィッグ思ったよりも届いたウィッグがなんかてっぺんの形がなんか違和感、あとなんか多分毛量が多いのかな。そう、なんかいかにもちょっとてっぺんが見えるとすごいなって感じだったので、ちょっとこのぐらいのアップで話させてください。そう、でもやっぱ黒髪にめっちゃマッチしません？こういう濃い系のリップって。私も昔黒髪だったので、黒髪パッツンだったから結構こんな感じで暗いリップとかつけてたんですけど、やっぱり可愛い。ちょっと懐かしい感じもするかも、自分のこの感じが。昔ほんとこういう系のメイクとかやってたので、なんかすごく懐かしくないですか？どうだろう、昔から見てくれてる人はめっちゃ懐かしいなって感じてる人もいると思います。多分ちょっと昔にタイムスリップしました。どう、大人になってタイムスリップできたかな、変わんない、それとも。黒髪の方の参考にもなれば嬉しいなって思うし、全然黒髪の方だけじゃなくても本当に可愛いメイクできたかなって思うので、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。私もこのメイク結構気に入ったから、ちょこちょこやっていこうかなって思います。まあ、今回はやっぱりそのリップが結構主役な感じのメイクに仕上がったんですが、ご提供くださったこのジューシーさんのニューアンバーっていうシリーズ
髪の毛やばい。ニューアンバーっていうシリーズの、私はさっき紹介した4色をご提供いただいたので、その紹介をしたんですが、他にもカラバリあって、どれもこういう感じの本当に深み系の色で、私は大大大好きなカラーだったので、多分みんな、これ見てくれてるみんなも多分好きなカラーだと思うので、ぜひぜひ見てみてください。で、あと今回チークもこのジューシーさんで使っていたんですけど、ジューシーのコスメって、パッケージもなんかすごい高級感があって、こんな感じで。とっても大人っぽくて、めっちゃ可愛いなって私は思いました。カバンとかに入っててもすごい可愛くないですか？そこも私はすごい気に入ってるんですけど、このチークも本当にほんのり色づく感じで、で、何よりも私はこのテクスチャーがとても気に入りました。すごくこう滑らかなテクスチャーで、ちょっとしっとりしてるんだけど、でも結構パウダリーな感じで、すごくメイクが自然と上手に見えるような感じのチークかなって思ったので、これもみんなぜひ合わせてチェックしてみてください。はい、ということで今回はこんな感じで、雰囲気の出るようなリップが主役の、そして黒髪にも合うメイクをしてみました。とてもお気に入りなメイクができましたので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。